What's going on there, YouTube? Welcome back to another video. And today with Hush Homies, we're back watching the most notorious talker that runs the world's greatest clan. Episode 1 was not that bad. Was pretty good. The ending has got me more intrigued more than anything because his party, his group members, they fucking betrayed him, bro. Like, that's some fuck shit. That's some fuck shit. But he a smart motherfucker, so I think he, you know, planned for it. But we gonna see. If anything, though, I just got a feeling this is going to be one of them ones. I feel like this is going to be on the realm of Berserker Gluttony. Not saying like the same like power or anything like that, but just it's going to be pretty good. You know, like the action is going to be good, but the dialogue at times is going to be you know, maybe. But the story itself, it seems to be pretty good. I could be wrong, but off of episode 1 impressions, I'm definitely fucking with it. So let's go ahead and get to it. If you got like and use reactions as always, please hit the like button, the subscribe button. But don't forget, all these reactions are uploaded on my Patreon for freeskies. If you want to use the pay tiers to get the early actions earlier, you can, but you don't have to. Subscribe for free on the Patreon. Link will be down in the description below. All right, let's get it. ロイドは投資に失敗して多額の借金があった。それで返済のためにパーティー資金1280万フィルを横領。ことが明るみに出る前にタニアとテートから逃亡したというわけか。ああ、あいつバカだな。何がおかしい。何がラッフィン。だから笑ってるんだよ。またかあの貧困法制なロイド様がな。お前も笑えよバルザー。笑えるかバカ野郎。ところでこの手紙はいつどこで手に入れた。ついさっきロイドの下宿でだ。訪問の約束は今日の昼じゃなかったか。なあ、けど昨日の晩酒場でいい仕事の話を聞いてな、他のやつに取られる前に相談しようと早めに会いに行ったんだ。そしたら部屋はもぬけの殻で、下宿の親父からその手紙を渡された。ロイド聞いたか。昨日の夜8時だと。 Last night around 8. テートの門が閉まる直前に夜に紛れて街を出たか。今が9時半、もう半日以上経っている。本来ならことが発覚するのは昼以降。せこい時間稼ぎだな。で、どうすんだよ。通行の記録があるはずだ。問い合わせてどの門から出たか分かれば行き先も分かる。追いつけんのか。馬を使うと足がつく。おそらく徒歩だ。早馬を借りれば余裕で。よし、行くぞ。待て待て、行って。見せ、ほら。ロイドを見つけてぶん殴ってやるんだよ。そうしないと俺の血が済まねえ。はあ、ぶん殴って。They choose to run away. Right, nigga. Right. トローに終わる。あいつらもそれが分かっているから。逃げ切れると踏んで愛の逃避行と洒落込んだわけだ。くそったれ、泣き寝入りするしかねえってのかよ。泣き寝入り。He said, "Don't be stupid, nigga." 俺のモットーは千倍返しだ。Okay. シーカー諸君、ここにいる全員に依頼を出したい。俺たちブルービヨンドのメンバーであるロイドとタニアがパーティー資金を横領し逃亡した。この二人を見つけ出し生け捕りにしてもらいたい。成功報酬は200万フィルだそう。ノエル、こいつらにバラすなんてどういうつもりだ。二人を発見できても俺たちだけじゃどうしようもないからな。大っぴらに頼まなければ誰が探しているやつかわからないんだよ。はあ、探すって誰よ。後でわかる。Let him do the dunking, bro. Yeah, trust in your mans. その依頼、俺らライトニングバイトが引き受けた。ウォルフ、
生け捕りで本当に200万もらえるんだな。その場で払うと約束しよう。逃亡先はわかるか？いや、それはわからない。だが帝都を出たのは昨夜、門が閉まる直前、おそらく徒歩での移動だ。なら追いつくのは楽勝だ。しゃあ行くぜ。てっさやってやるぞ。私たちも受けるわ。外したかな。おい、依頼のことで相談があるんだが。いや、当たりだ。That's a real nigga. ロイドとタニアの居所を知ってる？ああ、昨日の夜それらしい旅人とすれ違った。あの二人に間違いない。どこだ？すぐに教えろ。ただでとはいかないぜ。生け捕りなら200万なんだろ？100万だ。え？自分のパーティーじゃ二人は倒せない。だから情報を提供する代わりに俺たちに協力してほしい。そういうことなんだろ？なら報酬は半額の100万だ。おいおい、それはねえだろ。俺のパーティーは4人だぜ。150でどうだ。100 140 100。 That nigga is saying no business。 この話はなかったことにする。貧相だな。年を食った落ち目のシーカー、万年金欠で仕事を選ぶ余裕などないはずだ。わかった、報酬は100万でいい。Take the deal。 捕まえたそこまで払えよ。交渉成立だ。それで二人の居場所は？南門の先のバレー街道ですれ違った。おそらく行き先はカルノー村だ。了解した。仲間を集めて先に南門で待っていてくれ。バルト、お前も一緒についていけ。お前は？用を済ませてから合流する。用ってなんだ？後でな。That nigga eyes be glowing red. I fuck with it. I don't know why, but something about him just... Noel, お前はロイドたちと戦えるのか？ Of course. 一切の容赦なく。殺すことになってもか？ Of course. バルタ、俺はな、常に仲間に裏切られた時のことを想定していた。人はたやすく道を踏み外すからな。仲間だぞ。信頼していなかったって言うのか？信頼とは盲信することじゃない。疑うことも必要だ。その上で寄り添い合えるか否かが仲間でいるために必要な条件だろ。ここで待っていてもいいぞ。バカにすんな。そこまでひよってねえよ。 Alright, nigga, come on。 甘すぎる。そんな中途半端じゃ余計に辛くなるだけだ。Oh, you're gonna need to find you a new partner, bro. You need someone who's cutthroat just as you are. They already caught up to them that fucking fast. Oh, damn. Damn, this talker shows no mercy. すまない。すまないじゃねえ。やめろ、バルト。ロイド、何があったかはお前の手紙で理解している。だが、レッサーヴァンパイアの報酬はどうした？すまない。あれも使った。また投資か？いや、借金の返済だ。なるほど。そういうことか。お前、投資で失敗したっていうのは嘘だな。実際はギャンブルだろ。カード、ダイス、ルーレット、負けが込んでヤバい奴らに借金をした。ベッチャーエスネグ。俺が預けた金はギャンブルに消えたのか？すまない。ふざけんな。あの金は俺たちが命を削って手に入れたもんだぞ。お前たちにリーダーの重圧はわかんねえよ。俺だって好きでパーティーの金に手をつけたわけじゃない。ベッシュアスネグ。借金が増えていて、それでどうしようもなくなって。俺を責めたいなら好きにすればいいさ。でも本当にその資格があるのか？俺にリーダーの責任を押し付けてきたお前らが都合のいい時だけ自分の権利を主張するのは許されない。おお、資格が。おお、ダーン。Of course we do, nigga! リーダーの重圧甘えたこ
Kicking his shit in. Oh! Look at begging for his life. I won't hold back because you're a woman! God damn! That's crazy. Mature criminal who embezzled our party's money, bitch. Right. I like this nigga, bro. That nigga said, hold on, bro. そこでおとなしく待ってろ。安物の装備しか買えない落ち目のシーカーが。だった。おお。This nigga cold as fuck, bro. This nigga really like that.やだもう田舎って本当に誇りっぽい。どれしょ The Slave Trader。ノエルちゃん、おまた。帝都最大規模を誇るマフィア。That nigga about to sell them into slavery, bro. Oh my god. バルジーニファミリーのボス。それがこの男だ。Imagine getting sold into slavery. その極端な二面性から。That's fucking insane.遅かったな。もう。Fucking insane, dude. これでも飛ばしてきたんだから。ノエル、あの時言ってた用事って。察しの通りだ。あいつらが金を持っていないことは予想していたからな。失った金を取り戻すためにフィノッキを手引きしておいた。まさか。ロイドとタニアを奴隷としてフィノッキオに売る。その代金で失った金を補填する。憲兵に突き出すしかないな。10年、鉱山の劣悪な環境下で労働に従事した囚人の生存率は知ってるか？たったの 2%。それよりは優しいご主人。So this is better, you being a slave. 俺の方がマシだと思うがな。というわけだ。いいご主人様を探してやってくれ。任せて。それじゃあ査定に入らせてもらうわね。600万フィル安すぎるだろ。ごめんね、今はタイミングが悪いのよ。どういうことだ。これは内緒なんだけど、近々聖堂協会が製品の協例を出すのよ。要するに贅沢は禁止ってこと。そんな時に高額な奴隷を買ったら協会から目をつけられるでしょ。うちとしてもそれは避けたいわけよ。聖堂協会のマフィアも教会には逆らえないってわけか。まあね。はあ、わかったよ。Better than nothing。よくて助かるわ。ノエルちゃん大好き。キュ。1100万フィルで売ってやる。ありがとうありがとう。1100万フィルならすぐに。
nigga gonna keep opening it. けど今回だけだからね。もうパカパカ。あ、そうだ。おい、そこの小汚いおっさん。ひゃい。今聞いたことをよそで話したら、あんただけじゃなく家族もみんな来たまま豚さんのディナーだからね。わかった。わかりました。じゃあこれ約束の前金ね。Here's a down payment。人様の金でギャンブルをするようなやつを仲間とは言わない。一度裏切ったやつは何度でも裏切る。さようならだ。さようなら。助けて。ふざけんじゃないわよ。あんた私のことが好きだったんでしょ。だったら助けなさいよ。肝心な時に役に立たないなんて、あんた童貞の一物。死ね。Oh wow. Oh wow.That's how she really fucking feel. Fuck that bitch. Fuck that bitch. She crazy. Damn, he leaving?I need you with me. じゃあ、用は済んだから帰る。達者でな、バルタ。情があるのかないのかわからんやつだな。知ってたか、タニアが本当に好きだったのは。お前だったんだぜ。けどお前が求めるものは違う。恋人でも心の安らぎでもない。強くなること、ただひたすらに。俺たちの中でお前だけが特別だった。He was the brains of the operation. 頑張れ、ノエル。お前は俺の最高の友達だ。Oh, he crying. 何もかも最初からやり直しだな。The hell? Starting today. Bro, this anime is fucking good, bro. This shit's fucking good, bro. I'm telling you right now, you need to be watching this shit.